出番ってある。あんただっつの。スズ、奇襲だってのになんで鈴鳴らしてるんだよ。こんまっけえやつだな。ふざけるな。まったく、なんで俺がこんなバカだ。って、はい、やめんか二人とも。合皮の雪辱を果たすのだぞ。くだらんことでいがみ合ってる場合か。おっさん。誰がおっさんだ、バカ者。いや、龍門さん、声でかいですって。そうそう、敵襲、敵襲だ。おや、バレた。おい、ここまで近づけば十分よ。二人とも行くぞ。よっしゃ、暴れるぜ。あら、もうなんでこうなるんだよ。目指すは敵陣中央の跳ね橋。これを下ろし、孫悟の軍の進路を開く。まずは完全の砦を突破せねばな。丹念、両党、行くぞ。いいんじゃないの。わかったぜ、おっさん。鈴の観念、暴れるぜ。負けたものはしょうがない。行くとしますか。そう、発動しか。しかし、砦では拙者が守る。そろそろか。行くぞ。深く、ここが揺らいだか。気を沈めろ。よし、このまま跳ね橋に急ぐぞ。また行こう。観念。何の真似だ。俺一人で十分だっつうの。そうか、けど夏をほっとくなんじゃできねえんだ。ちなおだしだ。水分で引っ張り奴らはみんな立ちだ。早すぎるんだよ。それも悪くないか。突っ込んだところから5分。
混乱して他と連携が取れん。敵は混乱している。今のうちに全ての砦を落とすのだ。逃げ帰った孫悟が腹いせの野心か。返り討ちにしてくれるわ。孫悟の方へ行くとしますか。いるんだよ。戦闘が食い取るとはな。敵と討ち取ったよ。ながらお見事な組み。さあ、余談もありませんが、いや、死ぬとは熾烈だ。今は見逃せんな。さあ、この私が相手になります。なんだ、真面目ないい人そうだ。そういうやつはしっかり叩いておかないとね。敵が三越の部族に救援を要請したようです。しかし天命は近くにいるはず。天命を叩いてくださいました。全員で守り抜く。敵にわずかな隙も見せるな。死に場所を得たわ。みんな、ここから一歩を引いてはならんぞ。敵を通すな。ここは死守する。ながらお見事な武器。なんか手段もありませんね。止めるまで。
本陣を叩き。弱者なりの知恵、その努力には敬意を払ってやる。我が敵とします。だがそれもここまで。この状況でそのよう奴らもしばらくは主勢となるであろう。合皮の雪辱は果たし、劉備との連携の上でも面目は保てた。まあ上々ってとこですかね。うん、お前たちよくやってくれた。へえ、まだ暴れ足りねえぜ。おっさん、このままもう一度合皮まで攻め込もうぜ。やれやれ、まったく、なんで勢いだけで物が言えるのかね。ここはこれで十分ってわけ。それに勝利の杯を交わすくらいの余裕は持つべきだっつうの。へえ、ま、悪くはねえな。よし、俺が殿に頼んでいい酒をいただいてこよう。その代わり、俺も混ぜてもらうぞ。へへ、よっしゃ、じゃ、帰るとすっか。